はい、連日高性能車で奇跡の車を紹介したいと思うんです。取り立てて、この4代目レガシーに、続行っていうわけじゃないんですけれども、あまりに素晴らしい車がたくさん出たんですね。まあ、例えばですね、まあ、こうして見ていただくとですね、いろんな名車がねあるわけですけれども、だんだん朽ち果てていくのもやっぱりあるんですが、例えば今これすごく人気あるじゃないですか。で、今になってね、もう車が全然ないなんていうことになってまして、で、じゃあその確かにいい車なんですけど、ものすごく軽いし高性能なんですけども、まあ根が回ってやっぱり安全性能ではちょっと問題があるんですね。危ない、衝突安全ですね。でぶつかった時に危ない、ね、ですから、万が一ぶつからないとは言えないので、そういう時の性能を考えるとやっぱり今の水準ではないので、まあ最後の方作れなくなっちゃって、やむなくモデルを乗り換えたんですけど、モデルチェンジをしたんですね。実はその2代目のインプレッサっていうのは途中で計画がなくなってますので、それがまた新たに出てきてるわけですね。なぜかって言ったら、WRC で大活躍したっていうんで、急遽44S っていう企画がね、復活してるわけですよね。だからそこら辺に開発者の思いがありますよね。でレガシーは初代レガシーっていうのは 44B っていう開発コードだったら有名ですけども、まあこの次の WRX 系のあるインプレッサっていうのは、まあ、いわゆる GD とか言われてるやつですね。それは 44S というね開発コードで世の中に出てるわけですね。4という数字にはスバルの開発陣はやっぱり思い入れがあるんですね。決して4っていうのは日本人は死というイメージをつけるんです。そうじゃないです。4っていうのは非常に運のいい数字なんですね。それでね、まあ僕は別に葬儀屋ではないんですけども、ね、うちの3番にはですね、よくガルパンガルパンって言ってるんですけどね、ガールズパンさんあれ4番のねナンバーを取ってると、まあそんな話があって、ね、4代目そこに行くのかという話もあると思うんですが、4代目レガシーっていうのはたまたまね今いいんですよ。玉もあるし、今買っておくんならこれ非常にいいと思うので、いいものをこう紹介するんですけど、これもねちょっとまあ見てくださいよ。じゃーんじゃん、6発です。6発でだいたいね、いい車はもういかにこう乗ってないかっていうのがね、手に取るように分かりますよね。これ乗ってない、距離がね少ない車っていうのがね分かるんですね。これも、まあ、昨日のね、赤ぶりほどではないんですけど、これもね、まあちょっとまだお色直ししたいところはあるんですけど、基本的にすごくいい、ね、ここちょっと映してください、ね、このね、おしゃれですよね。 LL ビーンのこのロゴを写してくださいよ。でこの頃のこの LL ビーンをね、いいセンスしてますよね。このねこのウッドとかね、いいでしょうこれ、ね、いいんですよ。まあこういうのをね日本人ってねあんまりわかんないみたいですよね、やっぱり、ね、ということでですね、ちょっと後ろをですね後ろをですね、綺麗、これマッキントッシュがついてますんでね、ああいうふうに大きいスピーカーがそこにねあるんですね。いいでしょう。ということでこれはバンパーをねちょっと直してあげなきゃいけないんですけど、オートクロージャーっていうのがねついてるわけですよね。ね、そんなことでですね、このBP 型のアウトバックのロキトモデル、
まあこの頃はねこう横にね、ドア電灯を防ぐねモールがねちゃんと入ってたわけですけども、タイヤブルーハースですよね。まあ本当にねこういうね奇跡の車がねどんどん入ってきますので、毎日ね仕事本当にやりがいがあって本当にやりがいがあって毎日も楽しくて仕方がないということでね、その楽しさをですね少しでも共有しようということを努力してやってます。何しろね3万6千キロですから、3万6千キロ3万6千キロのロッキーと、でマッキントッシュどうかな。このサウンドですよ、ラジオですからね、入れた瞬間にまたかかると思うのがいいですよ、ね。ということでですね、いいもの作ってました。今もいいですよ、もちろん今もいいもの作ってますし、努力は続いてますのでね、でこういう SUV にスバルは強い、ね、何しろトヨタさんがねお手本に最近されてるぐらいですからね、非常に先を走ってる、で同時にスポーツもやってるのでいい味出てくるわけですよね。でこれから走らせますけど、6気筒独特のその良さっていうのも手に入らない。今この味を電池をつけてやってます。 e ボクサーっていうのはこういう世界なんですね。でいつも言うようにもう今はですね昔のように贅沢が許されない、ね、贅沢は敵だ、二酸化炭素を出すなと、ね、本当にねあれ腹立たしいですよね。まあ、ことしやかにね二酸化炭素をうまく悪者にしてね、需要の創造を図るというね、それに日本乗せられちゃったんですよね。まあ、そういう今のこの時代の中でですね、贅沢は素敵だと大本営がいたらえらいことになりますね。今特攻が来てですね、すぐ逮捕されますよ ね。で拷問されるんですか、ね、いい時代ですよ ね。たまにねスバルから特攻が来るんですね。不審者みたいな扱いを私受けますのでね、侵害なんですけどね、もうねひどいですよ。ね、中津スバルがいるから情報展開をするなというお達しがね出てるらしいですね。まあ、他のねスバルショップの皆さん全く申し訳ありません。ね、もうすでにフォレスターの展開はねディーラーの方々は皆さん持ってるそうですね。教えてくれって言ったらね、いや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 、ね、もう知られません、ね、またこれを見るとね清水部長がね胃が痛い、ね、言ってるのは彼じゃないんですよ、彼は言わされてるんですよ。ナスバルには新型車の情報を展開するんじゃないそんなことやったって無駄なんですけどね。もうフォレスターがね、新しくなるのがねいつなのかということ、皆さんいろいろおっしゃってるわけですけど、ね、色も見せずにね買えという、はあ、ひどい会社ですねということでですね、買ってあげますよ、そんな怖がらなくてもね、ちゃんと初期配車の車をね、でもね色ぐらいはね見せてくれてもいいと思うんですけどね、いらんことを言うなと、また何を喋るかわからんと、ね、古い車のことだけ喋ってはいいんだけど、それでもいらんことを言うかもしれんと、ね、今にね時代が時代だったらね特攻が来てですね、身柄を拘束されてしまいそうな感じですけれども、大丈夫です、こんな贅沢なものはもう出ませんからね、皆さんこれをですね見ながらですね晩酌をする人も多いと聞いておりますし、ね、比較的見ていただく方年配の方が多い、ね、嬉しいんだけどね、で年配の方だけじゃないんですね、年配の方も見ててくれてるし、すっごい若い人がねもう毎朝出勤の時にこれを開くのが楽しみだなんて言われるとね、もう僕はね本当にそれだけで嬉しいのでね、ついついね、
一銭もならない仕事にね力が入るわけです。一銭ももらわないっていうのは僕の誇りでもありますので ね、これで金もらったらね、スバルにも偉そうなこと言えませんけどね、私はこれで稼いでませんので、偉そうなこと言わせていただくし、この動画を見てね、スバルって本当に良かったんだと、もっと早くから乗ればよかったとね、昨日もね、東北の方からね、あのファンメールをいただきましてね、スバル1000のクラッチとクラッチディスクを送ってくださるそうです。長年ねホンダに乗ってきて、BH 型レガシーに乗ってスバルの良さを知って、今はこの BP 型レガシーに乗ってるんだけれども、もう部品所の方でね、部品所 の、 あのデッドストックで捨てるぐらいなら、あの中スバルさんいかがですかって言って、スバル1000とか1300の話を僕はするので、あのその部品をね、あのよかったらなんて連絡いただいた時にね、これを見て、毎日楽しんでいただいてるそうですけども、その中にね、こういう嬉しいセリフがあったんです。もっと早くスバルに乗ってればよかったね。国内営業の諸君嬉しいでしょ、こういうこと聞くとね。僕は札付きの仕事をしてるだけじゃなくてですね、ちゃんとですね、君らにゆとりゆとりと言うんだけれどもね、それはそういう仕事が垣間見えるから言えるだけで、言ってるだけで、そういうことを踏まえた上でですね、ちゃんとあの熱いエールを送ってるんだということを、皆さん理解をした上でですね、問題視しすぎないようにね、一つお願いしたいんですが、もっと早くスバルの良さに気づいて、もっと早くあのホンダなんかやめてですね、という意味だと思いますよ。もっと早くスバルに乗ってればよかった。いやいや、まだまだこれからいくらでも乗れますのでね、あの人生100年ですからね、まだまだこれからですね、あの元気にねスバルライフを楽しんでほしいと思うし、若い人たちでねスバルをこの頃ね、あのアイサイトだとか、あそういう世界から知った人たちがね、何スバルってこんなすごいのみたいなね、そういうねことをねやっぱり思ってる人多いと思うんですね、ですから、その凄さをですね、さあこれはね SI ドライブないんです、ね、SI ドライブないで、ちょっと窓を開けます。途中までね6発のサウンドをね、ね、楽しんでいただきます。さあ行きます。これがね6発、
未だに作るわけですよ。で今度ポルシェが4気筒の水平タイプを作ってきたじゃないですか。これってスバルのね、お家芸の分野にこうポルシェもまた戻ったんですね。昔は作ってましたからね。でスバルはそのもしその水平タイプエンジンを作ってなかったら、こんなに長いこと生き残れなかったと思うし、何しろこのエンジンがあってドライブトレインを作ったっていうところに、今のこの生き残った戦略の肝がこうあるわけですけれども、まあ、そこにですね独自技術 の、 これは例えば5速なんですけども、この5速を商品展開をですね広げずにじっとこれをつなぎでこう使いながら、リニアトロニックの開発にこう、資本をこう投入してこうずっとそれをこう練り上げていって何年もやってましたからね。で縦置きのトランスミッションでリニアトロニックっていうのを作ったっていうのがやっぱりこの成功した要因ですよね。今がある理由ですよね。でこの高速もですねいい仕事をしましてね、この後WRX の、WRX の A ラインに2ペダル用のスポーツミッションで展開ができたのでね、とっても良かったですよね。だからこのトランスミッション積んでるロキトっていうのはやっぱり名作だと思いますし、乗ってて楽しいですね。今日はですねこのロキトのサウンドとですね、独特のこの柔らかい、雰囲気、これはやっぱり若い人でもねこの車見てああなるほど、これアメリカの LL ビーンとこうコラボしてた頃にこんなのをやってたんだってブルブルっと来る人がね、結構いらっしゃると思うんですよね。ね最近本当に若い方の新しいお客さんいっぱいね、増えてきていただいてて嬉しい限りですけど、そういうスバルのこれまでの知られざる、あまりね知られてないこの性能っていうのもやっぱり周知していくのが務めでもあると思ってますので、今日はこのアウトバック4代目レガシーのアウトバックの LL ビーン紹介しました。まだ時間大丈夫ですか？そろそろ時間ですか？はい、じゃあ皆さん楽しい晩酌をお楽しみください。終わります。